有馬より長は、筑後久留米藩の、第10代藩主。久留米藩有馬家11代。文政5年3月24日、第9代藩主、有馬よりのりの4、男として生まれる。文政9年に生死に指名された。天保5年に14位した、自重、和佐助に、ジョイ、任官される。天保13年に、 地区後守るに選民された。幼少時から聡明で、特に西洋法術に興味を示し、藩士にも奨励したと言われる。天保15年、父の死去により、家督を継いだ。藩の財政難を再建するため、より長は、積極的な藩政改革に乗り出した。5年間の倹約による、禁縮財政、後期粛清、軍政の西洋近代化。 外国情勢の入手、解剖の強化、有能な人材投与などがそれである。しかし、改革を始めた矢先に、尿血症に倒れ、以後は病に倒れて、改革を思うように押し進めることもできず、校歌3年7月3日に死去した。去年25。後を異母帝で養子のライミナが継いだ。安具な藩主が多かった久留米藩の中で、 より長だけは自ら反省改革を推し進めたことにより歴代藩主の中でも名君として評価されている。しかし在任2年で若字にしたために改革の効果は現れることもなく後継者のライミナの代には彼が見出した人材がことごとく自滅していくことになる。ありがとうございます。